宮城県ってどれくらいかかるんだろう。ちょっと駅のあれ見てみるわ。お疲れ様、ひろみさん。どうも。今が郡山で、米沢ってあれか。あ、見えるわ。どつ福島が840円で乗ってないな。宮城結構遠いんだね。バス乗り場、バスで行こうかな明日。今郡山だよ。まだ郡山。はい、ワードツーとしちゃん。どうしよう。すいません、鈍行で行ったら仙台までいくらぐらいかかるんですか。2270円。ありがとうございます。終電ともう過ぎてますよね。あ、わかりました。ありがとうございます。あとバス乗り場とか、そう、バスって。バスの正面出て、右がバスプール、バスターミナル。右側。はい。仙台高速の奥の方なんだ。ほうほう。その問い合わせ窓口みたいなの、このビルの中なんですか、バスの。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。夜行バスあんのかな。いや、今、郡山だよ。バスで行こうかな。キキさんこんばんは。ま、どこだろう。バス。福島航空。バス、バス。現在地、観光バス、搭乗口。どこだろう。タクシープール。バス案内所。向こうだな。送迎バス乗車口、公衆トイレ。うん、どこだ。公衆トイレ、バス乗車口。誰か郡山のバス乗り場知ってる？初見さんいらっしゃい。モンゴリアンチョップさん。あそこか。もうやってないかな。ちょっと見に行こう。にゃ、ワード2。いらっしゃい。音大丈夫？聞こえる？音も映像問題ない。郡山、思ったよりだいぶ長く滞在してるね。ははは、面白かったよね。お、森さん、バーガーありがとう。いつもありがとうね、森さん。あそこだ。バス乗り場見つけた。ちょっと、明日移動するバスを探します。多分昼間しかやってないんだよね。なんか、電車だと乗り換えとか疲れるから、バスで移動しようかな。M ヤマトさんいらっしゃい。いやー、すごい人だったよね、1000人ね。何者なんだろう、あの人。夜行バスはないっぽいね、なんか。仙台ってなんで牛タンが有名なんだろう。牛タンが有名なはずだったら牛も有名なはずだよね。なんで牛タンだけ。おお、東京先輩いらっしゃい。ちょっと僕は鬱気味です。あの、クマが取れないんだ。すげえ辛いよ。疲れが抜けない。パーカー買ってないね。あったかくなってきたね、うん。まだ買ってない。あの、宮城の方が栄えてるから、仙台の方が。仙台でおしゃれな服買おうと思って。まだ買ってないよ。今日どこ泊まろうかな。
これだ。朝6時半からだって、乗車券。もう閉まってるね。ここだ。もう閉まってるわ。どうしようかな。なんでうつ？俺ね、そううつ病なんだよ。もともと持ってんの、うつ病。もともとそううつ病なのね。多分、疲れ、あのね、俺も気づかないんだけど、見えない疲れがすげえ溜まってくの。もう、クマが取れないんだ。こんばんは、はーちゃん。カッシーニとは連絡取れてないね。グッドイブニング、立花さんいらっしゃい。カッシーニとは連絡ついてないね。あーちゃんありがとう。ぜひフォローしてください。昨日、一昨日か、一昨日駅前でこの髪やってくれた葉月さんと偶然会ったよ。偶然会った。びっくりしたわ。配信切った瞬間にさ、あの、鳩のおじさんとの会話の後、充電切れたじゃん。その後ね、葉月さんに、あって言ってくれて。あ、葉月さんっつって。携帯変えた？マジで。どうにか連絡取ってね、最後の氷山会いたいね。この髪型いいよね。病院行きたいけどね。見えない疲れがどんどん溜まってくんだよ。まだ今日起きたからご飯食べてないな。すげえ寝た今日。爆睡した。何食おっかな。薬持ってきてないね。自分の家しか疲れ取れません。そう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 。本当にそうだよ。自分の家があるって幸せだよ。あ、全然全然。タイミングが合えばまたお願いします。縁だと思ってるんで。明日はまだ決めてないっすよ。まだ決めてない。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。すごい頑張ってみるよ。25か。
そうそう、カッシーニにね、ラーメン作ってもらう約束してたんだけどね。暗黒ラーメン食いたいっつって。なんか携帯が壊れちゃったみたいね。うん。ありがとう。何食おうかな。あちゃあちゃあちゃ。さて、どこ行くか。やっぱね、満喫が一番いいね。寝るのはか、不便だけど、シャワーついてるし、充電ができる。昨日、銭湯泊まったんだけど、充電できなかった。俺らにとって、やっぱ充電問題、死活問題だから、満喫かホテルだわ。スーパー銭湯ダメ。体は安らげるんだけど、何食おうかな。どうしよう。なんか飯食うか。たまにはホテルで、まあね、でもあんまりお金かけたらね、良くないから1週間に1回ぐらいかな、そういうところで泊まれるのは。たくみさんはどっち？なんか飯食いたいな。すき家のチーズ牛丼いいね。俺でもね、すき家はね、チーズ牛丼食ったことない。女の人チーズ牛丼大好きだよね。鶏鉄焼き。なんかうまいもんないかな。お酒トーク。どぎまぎ。いい看板だな。なんか飯やないかな。どうしようか。居酒屋。かゆい、ケツがかゆい、かぶれちゃってんだよね。飲み食べ放題2800円、安っ。何食おう。いや、飯食おうかなと。あ、この前の。そうです。どうもどうも。え？これ YouTube 流れてるんですか？ YouTube じゃなくて生放送でニコ生みたいなやつですね。とりあえず映りなの。そうですね。面白いですね。これで生放送しながら日本全国旅してるんですよ。これもう今映ってるんですか？今リアルタイムですよ。おすごい。多分なんか言ったらここにコメントが流れるんで、なんか言ってみたい。ルナって店、今度来てくださいね。これ日本一周してるんですか？日本一周してて今。これはまだ有名で知りなんで。ニコ生ですか？ニコ生、もともとニコ生出身なんですけど。これ何なんですか？あの、ふわっちっていうサイトで。あ、ふわっちだ、ふわっち。あ、わかります？はい。ふわっちで今やってるんですよ。あんまり漏れてなくて。で、飯どっかで食おうかなと思って。今日、最後は郡山になるんで。結構フォロワーさん多いんすか？フォロワー今2000いくつだろう？めっちゃいいんだ、めっちゃいいの。2000いくつだろう？ 2000 ちょいですね。すげえ。ホストじゃなくて、あの、なんて言えばいいんだろう。あの、お店やってるんですよね、キャバクラとか。そうです、やってます。そうそうそう。この間来てくれた。この間。
この間行ってないです。この間行ってないです。ホストない。え？小A崩れ。この間行ってないです。まあいったな。何食おっかな。面白い。相席屋女性0円だって。これ出会いのやつだ。相席屋って女性は0円で男の人が払うみたいな。違う。だんだん旅人っぽくなってきた。旅大変だよ、本当に。顔つき変わったよね。どうしよっかな。飯屋こっちにないのか。バイセクシャル？俺バイセクシャルじゃないよ。こってこてののんけだよ。こってこてののんけ。スタミナラーメン。うまそうだな。スタミナラーメン、関西風。ここにしようかな。スタミナラーメン。めっちゃうまそう。モザイクかかってる画面。居酒屋か、ここうまそうだな。画面モザイクかかってる？なんだろうな。ラグがすげえな。ラグってるね。腹減ったな。こっちの方しかないのかな。一角だけなんだね、栄えてるの。ああ。スマホで見るとかかってる？モザイク？モザイクかかってる？今も？ちょっと電波弱いかもな。音は大丈夫？ PC は大丈夫？外れサーバーか？マジだらどうしよう。電波弱いのかもね、もしかしたら。嘘。おい、さつきちゃんいらっしゃい。音は OK。音は OK。マジか。なんで映像ダメなんだろう。ホルモンか。焼肉。ホルモンか。焼肉うまそうだな。豚だ。牛肉食いてよ。映像がダメなんだ。映像戻ったら教えてね。映像戻ったら教えて。米食いたない。米食いたいよ俺。米好きだもん。よっちゃんいらっしゃい。わだつ。ダメだね。映像カクカクなのは電波の問題っすね。こっち飲み屋街だわ。飲み屋街。画質ひどい。まだ治んない。マジかよ。まずは音で楽しんでください。今、郡山の駅前の商店街プラプラしてます。髪トリートメント。美容室か。
ぼかしすごい。そんなに一回切った方がいい。モザイクそんなにすごい。いつまで郡山いますか。わかんない。謎。もうそろそろね、宮城行きたいなと思ってるけど、一回取り直した方がいい。福島来て人生変わりましたか。人生そんな簡単に変わらないでしょ。人生はそんな簡単に変わらないよ。ん？オッケー。あ、よかったよかった。映像スマホでオッケー？大丈夫？あ、よかったよかった。え、インターネット。インターネットやってんの？インターネットテレビっすね。それで言うたら怪しまれるよ。え？怪しまれるよ。この辺ヤクザとかうるさいの？いっぱいいる。いっぱいいる。俺らかけて言ったらボコボコされるよ。嘘？本当に？やめた方がいい。オッケーオッケー。飯屋探してんだ。ありがとうおっちゃん。本当やめた方がいい。え、何が？こっち側が危ないの？それどうしたの？飯屋向こうにあるわ。向こう。あ、この実験棒の中にある。飯屋とか。あ、ありがとうおっちゃん。行った方がいい。うん。やめた方がいい。変に勘違いされたら。うん。お兄さんの命が大変。本当にそんな危ないのこの辺。危ない。変なやついるんだ、頭おかしい。ああ、オッケー。ありがとう、おっちゃん。うん、こっち側はなんかヤクザが多いんだって。だからボコボコにされちゃうよって。向こう行った方がいいよって。うん。ハプニングじゃなくてアドバイスくれたおっちゃんが。ヤクザが多いんだって。飯屋は向こうの方にあるって。高山こんばんは。どうしよっかな。メイドール劇場。ありがたいね。やめた方がいいとは言われたけど、やめるわけにはいかないからね。そうだね。わかんないからね。地元じゃないと。あ、歌舞伎町みたいな場所なんじゃん。多分。まあ、夜中だからね。しょうがないよ。あ、こっちの方か。こっちは確かに安全そうだわ。居酒屋とかしかない。ゴルゴワード2。うまいもん食いたいね。大阪の西成的な感じだったのかな、俺が踏み込もうとしたエリアが。ネオン街だったから、栄えてるから飯屋あるかなと思ってそっちの方行ったんだけど。あ、喫煙所あるからタバコ吸うわ。多分その歌舞伎町的なノリだったんだろうね。危なかったぜ。最近もうね、肉とか脂っこいもんがダメになってきた。魚がうまいね、天ぷらとか蕎麦とか。歳だな、本当に。蕎麦がうまいよ。ダメ。肉、うまい肉食ったんだけど、パチンコ出た時に、高級そうな。脂っこくて食えなかった。それより天ぷら蕎麦とかの方が好きだわ、今は。食い物変わるって本当だね。本当に本当に。自分がまさかね、蕎麦とか食うと思わなかったよ。魚とか。うん、まだお肉好き、若いんだよ。30超えたらね、蕎麦とかめちゃめちゃうまく感じるよ。年取ったね。一緒？春さんも。だんだん年取ってくるもんっすね。そうそう、和食がうまかったりね。俺も肉、唐揚げばっかり食ってたよ。
もう唐揚げやれば世界平和だと思ってたもん。たこみさんいらっしゃい。ね。俺ね、うどんは好きだったんだけど、ザルうどんが。最近蕎麦ばっかりだね。蕎麦がうまい。蕎麦ってでも食べ過ぎると良くないんだよね、あれ。消化に悪いんだよね。好き嫌いはね、もともと俺もない。うん。何でも食う。まずくても食う。残さない。まずいなーって言いながら食うね。うん。ヨメちゃんいらっしゃい。そばうまいよね。今までの旅で一番辛かったこと？なんかね、こう、何が辛いとかじゃなくて、放送だとわかんないかもしんないけど、クマがどんどんできてきて、今日はひどくないんだけど、クマがね、すごいのよ。もうこんなクマできたことないっていうぐらいクマがすごくて、なんかじわ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 、その、疲れが溜まっていく感じ。日に日に、その、疲れが溜まっていくっていうのが辛いかな。なんかこう、じわじわ来るんだよ。毎日毎日積み重ねで。で、寝ても寝てもね、取れないんだよ、疲れが。やっぱり人の空間だから。明日どこかね、宮城行こうかなと思ってるけど。初見さんありがとう、コメント。もしよかったらフォローしてください。日本全国旅してます。和道です。よろしくお願いします。何の話だっけ。まあ、あとね、バッテリーだね。とにかく配信ができないっていう。24時間配信ぶん回すために旅に出たのに、バッテリーが尽きちゃうから、東京戻ったらバッテリー問題解決しないと。大量に買い込むか。なんか力屋さんが持ってたね、車用っていうか工業用のバッテリー4日間持つんだよ。一発で。それはね、いいなと思ったけど、あれどこで売ってんだろう。ネットとかで調べても出てこないんだよね。うん。山形行きますよ。山形のどの辺だろう、そうそう、北上してってるんだよね、どんどん。でも、郡山滞在結構長いね、今回ね。もう10日以上いるでしょ、多分。10日目くらいか。米沢だ。米沢ね、了解。配信がやりたいんだよ、もう配信中毒だから。ラーメンもね、大盛りじゃなくなってきたね。大盛りまだ食うけど、大盛り食えなくなってきたね。それよりもトッピングした方がいい、チャーシューとか。牛角か。いや、おしゃれな店だね。米沢ね。なんか山形って米沢だけじゃないよね。他にもあるよね、牛。カラオケフリータイム500円ってマジ？あ、カラオケで朝まで過ごす？カラオケ安いわ。1800円で朝まで過ごせる。カラオケで過ごそうかな。そしたら雑談できるもんね。充電も確保できるし。カラオケで過ごそうかな。どう？ビッキーシー。なんだビッキーシーって。どうだろう。カラオケで朝まで過ごすっていうのは。安いね。駅前のカラオケの方が安いのかな。駅前のカラオケどうなの。ていうかさ、これ思ったんだけどさ、学生1400円フリータイムって書いてあるけど、学生この時間ダメでしょ。あー、そっか、夕方、夜だったらいいのか。夜の値段、夜18時から
で、昼間の時間のフリータイム500円だったよ。やばいよね。30分60円だもん。駅前のカラオケにするじゃあ。駅前の方行こうか。駅前行くわ。駅前のカラオケにしよう。安いよ。満喫も安いし。今日はじゃあカラオケ雑談にしようか。カラオケ雑談か満喫で宿取るか。雑談すること考えたらカラオケの方がいいんだよな。いや、移動手段にこだわりはないよ。何でも使ってる。移動手段にはこだわってないね。ストレス溜まるけど、まあ、寝ること考えたら。人は今日平日だよね。そんないないかな。土曜日がすごかったね。まあ、今日、なんかガヤガヤ飲み会やってる人いっぱいいるけど。そんなガヤガヤしてるって感じじゃない。初見さんどうもコメントありがとう。和道です。よろしくお願いします。日本全国旅してます。もしよかったらフォローしてください。ありがとう。フォローありがとう。うん、オッケーオッケー。にゃおやすみ。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。どうも。もしよかったらフォローしていってください。旅人です。日本全国旅してます。中尾か。簡単うどん。うまそうだな。おかっちゃんはどつ。おやすみ。いや。今日あったかいわ、全体的に。エリートビルばかり。エリートビルっていうの。まあビル多いですね、郡山、うん。あと、チェーン店も多いね。旅行じゃなくて旅人なんすよ。うん。日本全国プラプラしてますね。旅をしながら生計立ててます。いつもより悪い？嘘。髪の毛染めたよ。真っ赤。郡山ですね。ポトラさんいらっしゃい。今ご飯を探してますね。画質そんなに悪い？なんで染めたの？まあまあ、気分転換と、髪だらしなかったから、染めたいなと思って。似合う？ありがとう。アシンメトリーなんだよね。こっち側が坊主っぽくて、こっち側がロングっていう。左右で違うんだよね。何の音だ？明日は宮城の方行こうかなと思ってて。嘘。もう一回入り直してみて。さっきもね、モザイクかかってるって言われて、ログイン、ログアウトしたんだけど。そうそう。ブンブンサテライトの川島さんみたいにしてくれって言って。
配信者がカラオケとか溜まってんの意味あるんだな、あれ。え、今牛めし290円なんだ、松屋。安っ。変わらない？みんな映像どう？見づらい？電波あるけどな。変わんない？カラオケビッグエコー、どうしようかな。大丈夫？なんだろうね、映らない人と映る人がいる。今、朝方4時ぐらいに確か電車があるから、飯食って満喫入るか。ちょっと雑談したら満喫入るわ、やっぱり。満喫で飯食う。九州もうちょい先だね、真央さん。もうちょい雑談したらさ、またあれだよ。満喫で寝泊まりするわ、今日も。寝泊まりっつうか多分充電して、なんだ、充電して、そのままバスで移動する。キジ、なんか鶏みたいって言われたよ。あと、エリマキトカゲとか。あ、ビデオルームは大丈夫だろうね。ただね、ビデオルームないね、郡山。ビデオルームない。電波ねえな。あ、そうそう、みんなさ、オフ会の日にちどうしようかなと思ってんだよね、東京勢。オフ会の日にち決めねえと。オフ会の日付と予約をしないといけなくて。ガチスパーはね、結局やらなかった。スパーリングやったけど、ガチスパーはやってないね。インド人のカレーさんいらっしゃい。5月の、土曜日とかがいいよね。5月の20日にしようか。5月の20日。クジャク。5月の20日にオフ会やろう。ヒカルくん強いよ、やっぱり。ただね、ヒカルくんが強いとしても、セブンさんも強いから、俺より強いくても、意味がないっつうか。ヒカルくんはほんと大変だと思うよ。おー、ダンボールこんばんは。ヒカルくんは戦わないといけない相手は俺じゃないからさ。あ、夜冷え込むんだ。バタフライテールありがとう、ワド2。飲み物買うわ。ヒカルくん強いよ。でもセブンさんも強いから、もっと強くなんないと難しいだろうね、ヒカルくんは。俺よりはるかに強いけど。お、なんつーの、手も足も出ないっていう感じではないから。俺がね、手も足も出なくて、ちょうどいいぐらいだと思うよ。何飲もうかな。旅行じゃないんだよね。旅なんだよね。旅行じゃないんだ。そこにはこだわりがあるんだよね。郡山だよ。うん、郡山、よくわかったね。軽くやろうね。え、山ちゃん、どこ住みなの？本当に怪我するわけにいかないんで、軽くシャドウとか技を教えてもらったりとか、だったら全然。試合前に入ってきたんで、キックなし。あ、ボクサーなんすか。ちょっとね、キックボクシングとね、ボクシングが全然違うよ。
俺似てると思ってたけど全然違った。やってみてびっくりしてる。もちろんそのボクシングの技をキックボクシングにも活かせるんだけど、蹴りがあるってなんかね全然違う。姿勢とか構えとか全然変わるんだよ。蹴りが結構鍵だね。これ総合格闘技になったらもっとルールがぐちゃぐちゃになると思うよ。わけわかんねえっていう状態になると思う。いや全然全然、でもパンチの勉強にはなるんで。駅前ね風強くないんだよね。ビル風がすごい。駅のねところは風強くないですね。そんな放置車、あったかい放置車選んだわ。どっかベンチないかな。ふかふかのベッドっていうか家で寝たいかな。ふかふかのベッドまで要求しないけど、パーソナルスペースって言って自分の空間みたいのがないから、すげえ孤独なんだよ。しかも配信つけてれば孤独感はないんだけど、配信ができないとやっぱね、すごい病む。ふわりんはどつ。これからどこ行くのはね、未来のことは俺は考えてない。毎日毎日。明日のことを考えないっていう風癖つけてて。やりたいことをやるっていう。好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるっていう。そういうライフスタイルがいいなと思って。そうだね、ホームシックだね。あ、北海道なんですね。了解っす。北海道、了解です。やっぱね、人と関わってないと孤独なんだよ。知り合いとかさ。多分そういうストレスもあると思う。自分の空間が欲しいっていうのと、ゆっくり寝たいっていうのと、あとね、人、やっぱり。だからそのホームレスだった頃を思い出すよ。だから旅人は孤独を背負って歩いているって本当だね。今日はね満喫にもう4日ぐらい泊まってる満喫にしようかな、あ、そうなの。じゃあ最寄りの栄えてるところどこよ。そこまで来てよ。最寄りの栄えてるところ。札幌とか。ホームレスできたら無敵。俺ホームレス人生3回やってる。苫小牧か。苫小牧ってどの辺なんだろう。そうそう、駅前の快活にずっと泊まってたりとか、あと昨日はね、銭湯、スーパー銭湯、招き猫だっけ。あとどこ泊まったかな。話さないとっていうかね、人間やっぱ孤独には耐えられないんだよね。孤独にすごい耐えられない。やっぱ誰か人寂しいし、人恋しいし。そんな感じかな。えりも岬。土地勘がないから分かんないな。どこなのかが分かんない。とにかくプレッシャーが半端ないんだよね。プレッシャーが、毎日のプレッシャーが。そうそう、孤独がね。自分で選んだことだけど。すごく寂しいよ。
皮むけて帰りたいな。配信しない人も、配信しない時にリアドする人もいるし、俺 LINE を公開してるから、LINE で個人的にやり取りして、配信外でリアドする人もいれば、配信回ってる時にリアドしてくれる人もいるよ。そうだね、もともと俺が躁鬱病持ってるから、ちょっと危ないね。うん、満喫だと配信できないね、イックさん。本当はホテルとかね、旅館とかだと配信できるんだけど。初見さんいらっしゃい、安藤さん。コメントありがとう。もしよかったらフォローしていってください。日本全国旅してます。よろしくお願いします。ワードです。あ、いいよ。じゃあ、ケイちゃん、なんだっけ。俺に LINE 飛ばしといてよ。もしくは、俺の場合、音声と画像を切ることができんの。リアドするときとか、こうやって、まあ、声だけだったらいいとかさ、人によるから、こうやって画像を切ることができるから。カラオケボックスあったんだけど、朝、宮城行こうかなと思って、バスで。だから満喫にするわ。充電もしたいし。今ちょっと話したら、もう30分くらい話したら満喫行くよ。精神安定剤は、家いるときは飲んでたけど、持ってきてない薬。持ってきてないね。ビッグアイ、そうだね。ビッグアイってこれかな？これがビッグアイかな？これビッグアイで合ってる。多分このビルだと思うんだよな。ビッグアイって。睡眠障害が今出てる。昼夜逆転したりとかしてて、ちょっと困ってるね。睡眠障害に関しては。そうだね。バッテリー問題を解決しないと。そしたら24時間分回せるから、歩いてても何してても寂しくないから。5月に東京戻ったらバッテリー買うよ。あ、これがやっぱビッグアイなんだ。なんか、フジテレビみたいなね。仙台は結構栄えてるらしいから楽しみだよ。洗濯し終わったが臭くない。展望台なんだ、これ。へぇー。あ、知らなかった。展望台なんだ。明日バス配信。まあ、他の人に迷惑かかるのはあんまり嫌だから、配信は。パブリックな場所と、あと、配信許可出てる場所とか、そういう感じでやっていきたいんだよね。やっぱ、眠い人とかもいるじゃん。人の邪魔するのは良くないからさ。動画とはね、性質が違うからね、編集ができないから生放送は。そこが厄介なんだよね。気使わないといけないから。あ、本当に？さつきちゃん。了解了解。さあ、このね、リュックだけは本当に正解だった。このリュックのおかげでだいぶ楽だよ。10キロの荷物背負ってるけど、本当に楽、これ。普通のリュックサックだったらもう完全にリタイアしてたと思う。入らんなかったよ。今日最後だね、福島は。寒くはないよ。寒くない。T シャツ1枚で家出たけど、
桜前線を追っかけてる感じだね。だからどこ行っても満開だった桜が。千葉、茨城、福島。あ、福島県に住んでるんだ。そっかそっか。嘘、死亡事故あったのこれ。まあしょうがないよな。そうだね、時期的に悪くないっすね。あ、もしよかったら配信業で生計立ててるので応援してくれる人アイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ニコリークスは生ポ野郎さんいらっしゃい。おばあちゃんからお金を騙し取って詐欺で逮捕された人ですか？初見なので失礼な質問。事実ですよ。僕全然隠してないです。まあ、おばあちゃんからお金を騙し取ったっていうわけではないんですけど、全然話しますよ、その辺は。質問していただければ。ただ、詐欺で逮捕されたのは事実ですよ。600万の詐欺事件で。友達が、弟の、まあ、小学生の頃から、もう家とか遊びに来てた弟の友達がいるんだけど、で、俺、10代の頃から会社やってたんですよ。で、よく友達の会社とか営業手伝ったり、技術者借りたりとかよくやってたんだけど、で、友達の友達、弟の友達の友達がの会社が営業困ってるから、もう契約は決まってるから、契約書と、入金が取れないから、土日だから、だから受け取ってほしいっていう風に言われて、600万受け取って、その会社の人間に渡したの、俺は。それが思いっきり詐欺だったの。そう。だから、俺が600万を使い込んだとか、直接騙したとかじゃなくて、関与しちゃったのね。仙台は松島みたい。松島ってなんだろう？うん。全然普通に何でも聞いてもらえれば。何でも答えますよ。お、レイコさん、こんばんは。レイコさんもう家だったね。おうち配信だったね。ちょろっと見ましたよ。電波あるとき。実刑ではなくて執行猶予でしたね。今、詐欺事件ってすごく厳しくて、実はオレオレ詐欺の被害額ってどんどん増えてるのね。未だに。あの手この手、やり方を変えて、被害額とんでもなく増えてるのよね。だからその600万の事件、俺が関与したのは600万の事件だけど、そいつらオレオレ詐欺やってたの19歳で、半年で20億稼いでたんだって。うん。あ、家だ。ズープレゼントありがとう。で、今、もう判決が厳しいから、3年は覚悟してくださいって弁護士さんに言われたんだけど、なんつうの？主犯じゃないっていうのが伝わったらしくて、裁判で。こんばんは。すいません。はい。いきなり。はい。リアトク的でわざさんで。あ、本当ですか？あ、はい、顔大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？あ、はじめまして。はじめまして。え、わどうです。もうびっくりした。はじめまして。急に。俺はあんま見てないですけど、家内が。はい。よく見てて。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。嬉しいです。氷山来たっていうから。偶然見つけたんですか？たまたま。電話して、家内に電話したら。はい。今、駅前にいるよっていう。マジっすか？奥さん。ありがとうございます。うわ、超嬉しい。いきなりってみんな驚いてますね。結構生放送とか奥さんも。かなり見てます。俺はあんま見る気がないんで。あ、本当ですか？あ、いや、嬉しいです、めちゃめちゃ。じゃあ、早速、リア突人数減らさせていただきます。あ、増やす。一人。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ったっすね、奥様ありがとう。奥様ナイス。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。郡山結構長いんですよ。まあ、10日くらいいて。そう。今日ラストだったんで。はい、いや、すぐ気づきました？はい、すぐ気づきました。気づきました。はい。駅にいるよって言って、どこーって車したら、あー、髪赤い人なんだよ。髪赤いとやっぱ目立っていいね。これ。3倍目ヒカルくんってわかります？あ、ヒカルくん。はい。ヒカルくんの専属美容師さんに切ってもらったんですよ。そうなんですか。へー。さっき昨日の夜か一昨日の夜その辺で配信してたら、配信切れた瞬間にその美容師さんが飲んでたらしくて、あーって言ってた。居酒屋多いっすかね、これ。多いっすね。さっき、なんか向こうの、あの方行ったら、ヤクザ多いから配信やめなって言われました。向こう治安悪いっすか？
あっち、ちょっと裏入っちゃうと、なんかそういう、よくわかんないですけど、ホストさんっぽい人がいて、はいはい。どうなんですかね、よくわかんないですけど、なんか、郡山短いんで、あ、そうですか。まあ、1年ぐらいだったから、はい。いやー、ありがたいっすね。幸運な赤だね。お、好み、こんばんは。いや、嬉しい。あ、ありがとう。ステッカーください。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。明日から仙台ですか？明日、バスで仙台行こうかなと思っていて。よいしょ。いいっすね。あっちまだ桜咲いてるんすかね。どうなんですかね。もうそろそろでも散っちゃいますよね。いくら北上しても。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ご支援いただきました。ありがとうございます。ご支援もいただきました。ありがとうございます。これから？はい。あれですか？この辺で。快活クラブに泊まろうかなと思って。もうずっと4日ぐらい。あ、はい、ここに泊まってるんですね。そうです、そうです。シャワールームもあって。あ、いいっすね。で、充電ができるんですよ。ああ。あの、なんだっけ、ドン・キホーテのところの、はい、なんだっけ、招きの湯。はい、はい、招きの湯、昨日泊まってたんですけど、充電ができ、いいっすよね、あ、よかったですね。できないですね、充電。充電ができなくて。そうなんです。奥様はコメント書かれてるんですかね、今。書いてないっすよ。あ、ロムの方ですか。はい、奥様ありがとう。多分今見てらっしゃると思うんで。ありがとうございます。うん、嬉しいっすね。奥様、あれですか、キャスとか、ニコ生とかも見るんですかね。もう見ますね。キャスは見ないから、ふわっちとニコ生っすね。あー。誰が好きなんだろう、奥様。なんだっけ、ヨッサンとか、ヨッサンヨッサンとか、キッパイとか、はいはいはい。あとなんだっけ、あれ、出てこない名前。まあいいや。うなちゃんまん、ゆいだ。うなちゃんまんはもう、まあまあまあ、まあうん、レジェンドっすね。レジェンドっすからね。みんな見てるから。ひまわりと小映えなんだ。奥様、よっさんが好きなんですか？よっさん好きですね。これ大丈夫ですよ。よっさんめっちゃいい人っす。ああ、そうなんですね、はい。お酒飲んでないと、ね。意外にイケメンって言ってましたね。あ、そうっすね、そうっすね。そう。お酒飲んでないといった。お酒飲んでない時は超いい人なんだけど、お酒を飲むとヤクザの血が騒ぐんですよ。茨城人っぽいですよね。そうっすね。豪快に飲みますからね。ひま、お邪魔しました。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。奥様にも。頑張ってください。はい。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。あったけー。ありがとうございました。お気をつけて。頑張ります。うん。イケメンではないね、ヨッサンね。うん、ありがたいですね。あの、ロム線の奥様ありがとうございます。で、いや、意外とね、その、夫婦でリアトツとか、多い、あるんですよ。そう。ありがたいね。ミミさん、ありがたいね。ね、幸せになっていただきたいですね、やっぱ。リスナーさんのカップルは。俺ものんちゃんと幸せになるから。初見さんいらっしゃい。うん。よかったね。外で雑談やっててよかったわ。うん、っていうか、ヒゲ伸びたな。なんかすげえヒゲが長いな。ごめんね、みすぼらしい格好で。よっさんと俺だったらさすがに俺だろ。自分でイケメンだとは思わないけど、よっさんと俺比べるんだったら絶対俺の方がね。ただ、放送ってさ、あの、やっぱりね、大手の方がモテるんだよ。あの、かっこいいかかっこ悪いかとかイケメンとかじゃなくて、ファンが多いかどうかなんだよ。分母がでかいとさ、やっぱ女の子も。あ、福島県済みなんすね。ありがとうございます。福島はね、会津若松も行きましたよ。会津も。リアトツしながら旅してます。じゃあ今28名です。ありがとうございます。1万人向けて頑張ります。いや、いいし、もともとヒゲ生やしてるけど。俺でもヨッサン系のヒゲの生やし方じゃないじゃん。ヨッサン武将ヒゲじゃん。俺はここもみあげで、ほっぺたとか剃ってるもん。あ、かかたか。ヨッサンジャグラーダンス面白いよ、このみ。いわきの方なんだ。そっかそっか。今、郡山っすね、僕は。
初見さんありがとうございますコメント、もしよかったらフォローしてください。日本全国旅してる和道です、よろしくお願いします。いやーよかった、こういうのがあるからね、こうなんか旅続けようって思うよね。えふっと本当に連絡とか取り合ってないで降ってきていただけるからさ、すげえありがたいよ。あったかいよ、うん、みんな時間を割いてきてくれるのも。山形も日本中どこでも行きますよかっちゃん、うん、おやすみウィル、ゆっくり休んでね。尿が入ったペットボトル聞いたら、いやそれガチだかんね。俺実はよっさんの家行ったことあんだよ、だいぶ昔に、うん、いわきの方はね、ちょっと今回はね、もう仙台の方向かっちゃう。ごめんね。福井県だ。了解です。日本全国回るんで、待っててください。大きい都市に転々としていって、リアトツ町やってくんで。あ、日本4周ぐらいぐる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 回るから、うん、次はいわき行くね。あ、あのバイクいいじゃん。足悪いからね、よっさん。お、ミュウツーどうもどうも。ミュウツーありがとう。体が仕込んだかんね。温泉は、んー、スーパー銭湯は昨日入ったよ。山形の米沢牛、滝山海本店の赤湯味噌ラーメン好き。へぇー。うん。待っててね。朝4時頃面白い配信ないんですけど、俺に言うなよ。俺にクレーム言うなよ。でもね、朝4時頃、あれじゃん、ドルさんとかいいんじゃないの？俺はドルさんよく見るけど。あー、ようちゃんありがとう。ねえ、ようちゃんまた行きますよ。リュウシャンハイって読むんだ。北海道行く行く。北海道はリスナーさんめちゃめちゃ多いんだよ。北海道はもう見込みだけで10人ぐらいいるから、しかも泊まるよとか、iPhone 用意してるよとか、案内するよとかみんな言ってくれてるから、北海道のリスナーさんなんでこんな多いんだろうっていうぐらい多いから。北海道は多分長い滞在になると思う。北海道飯うまいよ、一回だけ行ったことあるけど、超うまい。もうね、北海道で食い物には勝てないよ。本当に。それそうだよね。海のものを、牧場あるから牛豚でしょ？で、海鮮でしょ？ねえ、米はあれかもしんないけど、全部あるんだもん。素材が。そうそう、今日は快活。あ、ぜひぜひ飲みましょう。うん。米沢の満喫は駅から少し離れてる。あ、全然歩くよ。もうだって40分ぐらい歩くの慣れてきたもん。だってコインランドリーまで片道1時間かけたし、往復2時間か。ねえ、ヒゲ伸びてきたね。旅人っぽくなってきたよね。バーガープレゼントありがとう。ありがとうアイテム。ご支援ありがとう。プラスのエネルギーを分けてるように、治療頑張ります。うん。みんなが元気になってもらえると嬉しいです。いい景色とか見てね。北海道と福岡も美味しいんだ。福岡行ったことないな。よかった、配信やってて。ありがてえなぁ。俺のね、テーマカラーが赤と黒と白なんだよ。もう赤と黒と白以外身につけてないの。ほら。靴は赤、真っ赤で、服全部黒、ベルトも赤でしょ。ベルトも赤、全部赤黒白しかつけないの俺。全部黒でしょ。それが俺のスタイルの。だから赤か黒か白がいいねっつって、で青い髪にしようかなって、ヒカルくん青似合うって言ってくれたんだけど、リスナーさんが和道は赤でしょって言ってくれて。かっこいい。今日セットしてないけどね。へぇー。地元民行かないんだ。
でもね、やっぱね、地元の人が行ってる店がうまいよ。地元の人に聞くのが一番いい。赤良かったね、この髪ね。ちょっと色抜けてきて金髪が出てきたから、試合前に染め直すよ、また。いわき？最終日のいわき？ん？濃厚ミルクガキ。いやーいいね。牡蠣大好きなんだよね。こんばんは、ナタリー。こんばんは。北海道の苫小牧のスーパー。鮭半身200円。マジで？すごいね。あ、でもね、一番うまかったのは、あそこ、もう食って感動したのはね、調子あるじゃん。調子の回転寿司の寿司の貝がうまかった。めちゃめちゃうまかった貝が。今のところ一番うまかったのはそれかな。最終日の福島はどうですか？いやー、なんか感慨深いですね。やっぱヒカルくんとも会ったし、フグちゃんとも会ったし、エナタヌとも飲んだし、福島結構配信者ね、有名どころいるから楽しかったね。ゆゆこんばんは。うん。ごめんね、コメントスルーしちゃったね。ゆゆこんばんは。うん。頑張ってるね。ツイッター見てるよ。仕事頑張ってね。大変だろうけど。あと、ゆうゆうあれ、YouTube 番になるぞ。風船ありがとう。花院さん。こんばんは、マスクさん。こんばんは。郡山最後の夜です。おやすみ。ボンボヤージュってなんだろう。おやすみ。マントが欲しいな。マントが欲しい。フグちゃん身長高かったね。180ぐらいあんじゃないかな。俺が身長170ぐらいで。うん。だから、仕事大変だよね。うん。でも偉いよ。旦那さんと一緒に共働きで。俺はそういうのかっこいいと思うよ。うん。今の若い子はさ、女の子とかさ、結婚して金持ちの人捕まえたいとかバカなこと言ってるけど、結婚って本来支え合うためにやるんだよ。そう。戦争の時とかそうだったでしょ。辛い時この人と寄り添うためにって。そう、少しでも楽になるために寄り添うために結婚するわけじゃん。だから、ゆうゆうと達彦さん偉いと思うよ、俺。末長くね。調子の回転寿司、ツイッターに写真上げてあるから、ツイッター見てみたら多分出てくるはずだけど、ツイートしてるはずだから、もしよかったら探してみて。10日前ぐらい、もっと前か。2週間ぐらい前のツイート。すげえうまかったよ。犬吠埼の、回転寿司だったけど、貝がめちゃめちゃうまかった。ただね、マグロ系はダメだった。新鮮、マグロって新鮮なのダメなんだよ。あのね、取れたてだから、ネタはでかいんだけど、ちょっとダメだったね。マグロはね、寝かせる技術なんだよ。新鮮なマグロはうまくないよ。食えないよ。うん、あ、道中 お気をつけてって意味なんだ。ありがとう。玉残しっていうか、俺は金目的の結婚とか生活のための結婚っていうのは俺はないと思ってるね。うん、俺はね、別に他人がしようが姉妹が構わないけど、幸せにはなれないよ。なんかね、俺うつ病持ってるんだけど、うつのね、スレッドとか見ると、ね、1億円あったらうつなんか治るだろうとか書いてあんの。5億円もらったらうつ治るだろうって。うつを根本的に理解してないなと本当に思う。エセうつ病だよ、全部。金持ちでうつ病の人いっぱい見てきたもん、俺。今、郡山だよ。
貝がね、ブリブリで身がでかくて、すっごいうまかった。回転寿司のネタじゃないよ、あれは。すっごい貝が、全部貝うまかった。あとなんだろうな、これすげえうまいっていうのは、それくらいかな。郡山じゃなくてね、今話してるのはね、銚子って言って、千葉県の東の方だね。どうなんだろう、ロハコさんが例見えてるかどうか、ロハコさんに聞いて。俺はロハコさんじゃないから。東京と埼玉、東京はね、5月の20日にオフ会やるんだ。誕生日オフ会やるから、5月の20日にはもう戻ってるよ。で、そっから練習、捨て頃の練習する。しばらく東京に戻るね。結婚に必要なものってなんだろうね。思いやりじゃん？人間にとって必要なものと一緒だと思うよ。俺は家族になるっていう意味合いが強いと思ってるから、結婚って。そう。だから、まあもちろん生活のこととか大事なんだけど、この人と一緒だったら乗り越えていけるかっていう。人生、その、一緒に辛い時も楽しい時も一緒にいたいと思う人とすべきだと思ってるけど。北海道の回転寿司も美味しいから。いや、北海道行ったことあるって。めちゃめちゃ、カニがやばかった。あのね、北海道の、でっかいカニ屋さんあるじゃん、札幌の。あそこで食ったんだけど、5000円のコース食ったけど、びっくりした。東京だと2万、3万するようなのが5000円で食えんの。本当だよ。なんだっけな、カニ道楽みたいな、なんか、でっかいカニの看板ついてる。すごい、ビルがそのままね、なんつったっけ、あれ。そうそう、結婚だけじゃないけど、俺は、なんだろう、人間関係は、リスペクトが一番大事だと思ってて。うん。そう。行く？マスクさん。本当に？ 5 月の20日のオフ会多分10人以上集まると思う。結構すごい問い合わせ来てるから、もしよかったらマスクさん、俺 LINE さ、プロフィールページ、ふわっちのプロフィールページに LINE の URL 貼ってあるから、LINE で、連絡取り合おう。LINE ちょうだい。20日にしようか、21が誕生日なの。でも日曜日なのね。20日だと土曜日だから。うん。セルシオノリのタイガさんいらっしゃい。和道さんの和道って。あ、違う。俺ね、実はね、空手習ってたのは五十流っていう流派なの。和道はね、偶然。俺は和道流空手習ってないっす。あ、で、俺に LINE 送ったら、小手半書いて。小手半と LINE の名前違うとね、誰だかわかんないから、LINE 登録した人は、必ず、リスナーの誰々って書いてください。お願いします。やっぱカニかな、北海道は。LINE 登録してくれる人は、リスナーの小手判名とか書いてくれないと誰が誰だかわかんないから。五十流の空手俺師匠から継承したら、マジで？でも習ってたって言っても、小学校の頃習い事でやってた感じだから、1、2年。その、白帯だよ。うん。そう。メガネか、外すと、どういう印象になる？うん。あ、マスクさんさ、マスクだよって書いといて。後で登録して返事を送るから。うん。ただ申請飛ばされても、LINE 名が違うと俺誰だかわかんないから、マスクさん、マスク、ふわっち見てるマスクだよとか書いてもらえると、ありがたい。なんかね、申請がいっぱい来すぎて誰が誰だか分かんなくなっちゃうから、うん。お金はもちろん大事だけど、お金の問題って簡単にクリアできるんだよ。働けばいいから。そう。でも、思いやりとか、その礼儀とか、リスペクトとか、そういうのって、人生を培っていかないといけないっていうか、人間性の問題だから、それは時間かかるのね。うん。あ、書いた？オッケーオッケー。うん。そんな変わんなかった。うん。初見さん、ありがとう。ロムリンチョさん、小手半、ありがとう。コメントありがとう。もしよかったらフォローして。日本全国旅します。ヒカルくんはまだ宮城いんのかな？ 3 日で帰ってくるって言ってたけど、入れ違いになるのかな？北斗神拳漫画見てすべて読した。ヒデブ
愛知とか静岡、うん、行く行く。うん、そしたらポンズさん、ぜひ、会って、ね、お話しましょう。ぜひ、お顔を拝見したいです、うん。リスナーさんにありがとうっていう旅なんで、今まで僕を育ててくれた、リスナーさん一人一人に感謝する旅なんで、ぜひ。寒い。そろそろ行くかな、じゃあ。おー、サトシさん、どうもどうも。やってるよ。LINE 入れた？バスケさん。どうなんだろうね。わかんないけど。うん。LINE に小手半入れといてください。じゃあ皆さん、あと3分で終わりにします。ありがとね、いつも。リア突してくれたロム線の、奥様の旦那様。よくわかんないね。ありがとうございます。すごい嬉しかったです。お気遣いが。ありがとう。よいしょ。じゃあ今ですね、日本一周の旅。16日目。リア突人数、現在28名。日付はですね、2017年の4月の25日です。今日が、福島最後の日になります。明日は仙台だと思うんで。まあ気分屋だからね、もしかしたらまだいるかもしれないけど。カッシーに会いたかったな。カッシーに会いたかったわ。うん、頑張るよ。みんなありがとう。うん。じゃあ、お疲れ様です。おやすみなさい。また明日、放送見てください。頑張ります。みんなも寒くなってきてるんで、風邪ひかないで、お仕事ある人はお仕事頑張ってください。おやすみ。あと、オフ会ね。東京のオフ会、会えるの楽しみにしてます。おやすみなさい。うん。ありがとう。今日もありがとう、みんな。お疲れ。お疲れ様です。みんなお疲れ。おやすみ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。